恋するリベラーチェは、スティーブン・ソダーバーク監督による2013年のアメリカ合衆国のドラマ映画である。1950年代から1980年代にかけて世界的に人気を博したアメリカ人ピアニストのリベラーチェの最後の10年間を描いた伝記であり、元恋人のスコット・ソーソンの回想録、ビハインド・ザ・キャンディ・ラブラ、マイ・ライフ・ウィーズ・リバラチェを原作としている。 2013年5月21日にカンヌ国際映画祭でプレミア上映されパルムドールを競った。アメリカ合衆国では2013年5月26日に HBO にテレビ放送。イギリスでは6月7日に劇場公開された。プロモーションの際、ソダーバーグは本作を最後に当分の間監督職を休業する予定であることを明かした。 また2012年8月6日に亡くなったマービン・ハムリッシュが最後に映画音楽を手掛けた作品である。監督のスティーブン・ソダーバーグはトラフィックの制作中にマイケル・ダグラスに初めてリベラーチェの映画のアイデアを話した。2008年、ソダーバーグはスコット・ソーソンの回想録ビファインド・ザ・キャンディ・ラブラ・マイ・ライフ・ィーズ・リバラチを元としたアイデアを 脚本家のリチャード・ラグラベネーズに話した。同年9月、プロジェクトは公式に発表され、マット・デーモンが総尊役で契約し、またダグラスがリベラーチェ役に交渉された。翌年、ダグラスは正式に契約を交わした。それから数年にわたってソダーバーグは企画を進めるが、ハリウッドのスタジオ側のあまりにも同性愛的であるという理由から資金調達は難航した。 この長い企画段階の間、ダグラスとデーモンは出演交番をすることはなかった。最終的に、HBO フィルムズが引き受け、2012年に2300万ドルの予算で約30日間の撮影が行われた。ロッテントマトズでは92件のレビューで、支持率は95%、平均点は10点満点中8.2点となっている。メタクレティックでは30件のレビューで、 過重平均値は82、100となっている。ガーディアンのピーター・ブラッド賞は5つ星のうち4つを与え、ブラックコメディーとしても、セリブの孤独を描いたドラマにしてもとても良い出来だ。マイケル・ダグラスとマット・デーモンの演技も申し分ない。と評した。一方、ワシントン・ポストのハンクス・チュエバーは、物語がやたら憂鬱な感じを与えるが、中身はない。と批判した。 第66回カンヌ国際映画祭ではベビーボーイがパルムドッグ賞を獲得した。プライムタイムエミー賞には作品賞を含む15部門にノミネートされ作品賞、監督賞、主演男優賞を含む11部門において受賞を果たした。また2013年のハリウッド映画祭において本作の制作葬式を務めたジェリー・ワイントローブがレジェンド賞を受賞した。 さらに、堺市出身の八田博が、エミー賞の特殊名キャップ賞を受賞した。ありがとうございます。